岩崎小次郎岩崎小次郎から1895年6月22日は、幕末の大村藩士、明治期の大倉、内務官僚、政治家、県知事、元老院議官、貴族院議員。旧姓、朝山。大村藩士、朝山松代の次男として彼絹軍、下竹村に生まれる。藩校、故郷館に入り少林連之助に学び。 藩内の尊能上位派に加わり活動した。明治2年6月、民部官に出資し、大佐関県監督、大輔健所務、大輔健商史などを務める。明治4年1月から黒田清高開拓時間に、随行しアメリカ合衆国、ヨーロッパを訪問。同年7月から大倉省留学生として、ロンドンで学び、1874年7月に帰国。 大倉省七党出資となり、1876年、大倉省進務県国際助に就任。1876年、大倉省書記官となり、大倉県大書記官兼銀行局長、大倉省書記局御用係などを歴任し、三次院員議官補に就任し、法制局三次官となる。1889年12月、 秋田県知事に発令されたが、異病のため自体し不任せず、1890年3月、元老院議官に任じられた。同年5月、滋賀県知事に転任。以後、大分県知事、福岡県知事を歴任。1895年4月、貴族院直選議員に任じられたが、胃がんのため同年6月に、福岡で死去。ありがとうございます。